ニンニク、玉ねぎ、パプリカ、舞茸をみじん切りにします。あんこうに軽く塩、黒胡椒で下味をつけます。フライパンにオリーブオイル、ニンニクを入れ弱火で熱します。香りが立ったら玉ねぎ、パプリカ、舞茸を加えじっくり炒めます。あんこを加え全体に火が通るまで炒めます。トマトソースを加えふつふつしてきたらさらに15分ほど弱火で煮ます。器に盛りイタリアンパセリを散らしたら出来上がり。東急ストアのホームページ内ファミリー109ページではあなたの料理のお悩みを募集しております。